じゃあ今からパーマ巻きます。みんなそれぞれいろいろあるけど、はい、やっぱりね、自分が死んじゃうのが怖いのかなとようなことを言う時もあるしね、はい、そうするとあれもしかしてなんか思ってるのかなと思ってね、うん、そうですよね。で親父の方は無事に済んだんですよね。それは今度はお袋のね、預金があの残高があったんですよ。497円、それもだからしょうがないからもう私は大宮と高田馬場まで弟に行ってハンコ回ってきました。ああそうか、金額関係ないですよ。金額関係ないですね、そうなったらね。まあね、まあ遊びながらがいいんだけどさ、うんうん、だからああこういうことなのかと思いましたね、うん、金額に関係ないのは分かりますけれど、うん、でもなんかいい方法がないかなと思う。ないです。そう思いますよね、うん、ついいろんなことを考えるといろんな面倒くさくないように、はい、今から一生懸命やっとかないとダメかな。それ一番いいですね、はい、だからそれ知らないでさ、うん、急に言われると焦るからね、うん、あそうですよね、ダメなんですよね、うん、いろんな手続きを何ヶ月以内とかって、そういやもうこの間本を買っちゃいましたもんね。あそうですか、うん、そうで見たらなんか割と期限がないなっていう感じで、はい、こんなにいっぱいいろんなのできるかなと思って、はい、だから私の場合も親が死んで、うん、すぐ友達に電話して、うん、遺産相続協議書を作ってもらって、うん、12月に亡くなって1月にも協議書で全部発行してもらって、うん、遺産分割しちゃった。あ分かってたからね、うんうん、で私の場合行政書士頼んでるから、はい、総額で確かね30万いかなかったですよ。あそうですか、うん、じゃあどっかの行為の行政書士さんを探さなくちゃいけないのにいいですか。まあもしなければね、言いますから言ってもらえば、うんうん、そんなにいろんなのをやるわけじゃないから婚姻の行政書士なんて いるはずはないですけどね、うん、そんないろんなのをしょっちゅう商売してるわけじゃないし。そうですよね、うん、私がね、うん、やってるからさ、うん、まあ、やってるやつも分かってるから、うんうん、ね、あ、そうですよね、うん、それはね、はい、で、ね、行政書士のあれも勉強すれば取れそうだから取るかななんて頭もあったんでね、うんうんうん、行政書士とかね、司法書士とかね、うん、はい、それも司法書士ならもう難しくてダメみたいな。でもあの昔はね司法書士さんが割とだけど行政書士さんは昔そんなにいなかったですよね。はい、今いろいろできる範囲が随分変わってますもんね。そうですよ、要するにあのお役所がほらお金、うん、お金儲けちゃおかしいけども、うん、吸い上げるためにね、法律を作ったっていうか、うん、改正したっていうか、うん、だって
昔はブルドーザーの免許持ってるからさ、運転もできたし仕事もできたんですよ、うんうん、今はそれできないんだもん、施工管理士がなきゃ。あ、うん、あ、そうなんですか。そうなんですよ。じゃあ免許持ってるから運転はできますよ、うんうん、運転はできるけど仕事できないんですよ。あ、じゃあ走らせるだけ。だって運転免許証だから言われちゃう、うん、ああ、うん、事実そうなんだけどね、うんうん、そうなんだけど、まあへりくつね。そう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 、これでおかしいってことで法律を書いて、うん、施工管理士って感じ。それでみんななんか、あの、なんか書いてあるのね、こなんかのところにね。そう、そうか、ブルドーザーだからもうすごいですよ、建設 業界の免許ってのは、うんうん、すごいいっぱいないと何にもできないよね。そうなんです。そう、まあそれはだから結局は給料のあれだから、うん、証明だから、資格をね。そうそう、まあ取っとかないとね、お金はもらえないってことだからね、うん、でもこれ止めましょうかね。